がっかりしないで。ナターシャお姉ちゃんに教えてもらって新しいぬいぐるみを作るから。あ、そうだ、私が親父にあげたプレゼント早く開けてみて。フックがくれたプレゼントか。わかった、今すぐ開けるよ。これは脊髄鉱脈探針。これは私とお兄ちゃんがオークションで落札したんだ。落札に使ったお金は機器を売って手に入れたんだよ。これがあれば親父の鉱脈探索機を直せるよね、親父。ありがとう、フック。このプレゼントは本当に嬉しいよ。ただ今は必要ないかもしれないな。必要ないって。フック、よく聞いてくれ。フックへのプレゼントは鉱脈探索機を売ったお金で買ったんだ。それじゃあ私のプレゼントも使い道がないってこと？フック、俺からのプレゼントは気に入ってくれたか？もちろんだ。親父からのプレゼントは世界一だよ。俺もそうだよ、フック。俺も同じだ。